コロナ禍の煽りで数ヶ月間、あるホテルの一室で生活することになりました。ホテルや旅館といえば、何らかの霊現象が起きる曰く付きの部屋も少なくないと聞きます。しかし今現在、金縛りなどというわかりやすい現象も起こらず、そういう部屋に当たらなくて本当によかったと安心していました。 しかし、たった一つだけ奇妙でならないことがありました。止まった翌日から、夫が私に、君、一晩中ずっといびきをかいているよ、と、おかしなことを言ってくることでした。夫であっても他の人と同じ部屋で眠れない性質の私。そのため、ホテルに移ってからは、夫が仕事に出ている昼間、 眠るようにししていました一晩中起きていて何らかの作業をしている私にいびきの書きようがありませんもちろん夫にもそのことは言いましたきっと何かの勘違いだろうとしかし夫はがんとしてそんなことはないと言い張ります私はどうにも納得できませんでしたそんなある朝のことです 夫が仕事に出かけた後、いつものように私がベッドに入り眠ろうとしている時のことでした。まさに寝入り花に自分の顔の正面でいきなり、<laughs> という寝息のような音が響いてきたため、驚いて起きてしまいました。眠いため目を閉じたまま、あれ私やっぱり気づかないうちに、 いびきをかいてたのそう思ったものの、すぐに何かおかしいと気づきました。そのいびきらしい音と自分の呼吸のタイミングがずれていたからです。もしいびきならば、自分が息を吐くと同時に聞こえるはずです。そう思い目を閉じたまま、試しに呼吸を止めてみました。 すると私が息をしていないのに、私の顔の前で誰か別の何者かの吐息が、<ス>と続いているではありませんか。私は思わず、やっぱり私のじゃないと、大声で叫んでいました。するとその途端、その吐息はぴたりとやみました。 恐る恐る目を開けてそっと部屋中を見回しましたが、やはり自分の他には誰もいません。一瞬夫が忘れ物でも取りに戻ってきたのではないかという淡い期待を抱きましたが、夫の姿などどこにもありませんでした。その朝、自分が経験した不気味な現象について夫には話しませんでした。なんとなく、 話す気になれなかったからです。ところがどういうわけかその日以来、夫が私に、いびきをかいているよ、と言わなくなりました。不思議に思いましたが、私はあえて夫に何も聞きませんでした。多分寝ている夫の顔の前でも、一晩中私が聞いたのと同じ。 吐息らしきものが聞こえていて、夫はそれを私のいびきだと勘違いしていたのでしょう。後になって、あの吐息らしきものが顔の正面から聞こえているにもかかわらず、その音のみが聞こえているだけで、生きている人間の吐息ならあるはずの風圧が全くなかったことに気づきました。 いずれにしても、未だに不可解に思うばかりの出来事で、どうにも納得できずにいます。